アザラシ幼稚園が人気ですね。どうも。見たことあります？アザラシ幼稚園。あれどこの国なんだっけ？海外のアザラシ、野生のアザラシを保護してる施設がなんかアザラシを大きいプールになんかみんな放牧されてて、それのライブカメラがすごい人気ですね。でアザラシ幼稚園なので、あのカモメ監視員とか詐欺園長とか、あとアザラシが立ち泳ぎしているところを茶柱って呼ばれてたりとかしてるみたいで、なんか日本でツイッターって結構今はね、あのゾンビさんたちがいっぱいいらっしゃいますけれども、あの日本がね一番使われてるらしいじゃないですか。でツイッターで X でそのアザラシ幼稚園がね流行ってしまったばっかりに茶柱とか言われて、あの配信をね見に行くとコメント欄が本当に日本人まみれなんですよ。なのでなんか結構赤字というかね、あの経済的に割と厳しめだったアザラシ幼稚園が日本でバズったおかげで、なんかね結構あの半年分の収益とかが入ったみたいで、だいぶ今潤ってらっしゃるみたいです。まあそんなライブ配信、ライブカメラ系なんですけれども、日本の鳥羽水族館さんのラッコのライブカメラがあるのご存知ですか？ラッコってね、日本の水族館にはもう少ししかいないと噂ですけれども、その水族館の中でも鳥羽水族館のラッコちゃんが結構 SNS とかネット上で人気な子だと思うんですけど、その子たちのねこうオフな姿といいますか、24時間回ってるから寝てる時とか回るのよカメラがね。それがねすごく可愛いです。もうなんかずっとプールで流されてたりとかかと思えば、急に三角コーン沈めて遊び始めたりとか可愛いのでね、アザラシ幼稚園もラッコのライブ配信、ライブカメラもねぜひ癒しコンテンツなので皆様ご覧くださいませ。ラッコの方はね日本時間に合ってるけど、そのアザラシの方は時差があるからお昼とかに見てもまだあっちは朝の5時とかなのよ。で夜の間ってなんか白黒のカメラになってんのね。だからね12時、こっちの時間で12時半ぐらいかなになるとカラーに切り替わるのよ。あっちがもうなんかこう日が昇って朝だよ営業開始みたいな感じなのかわかんないけど、そんぐらいのタイミングでねカメラがこうカラーになって、カラーになるとねコメント欄ちょっと湧くの、カラーになったーみたいな、それはちょっと面白いんで、ぜひお昼休憩とかに見てみてください。夜中にもね元気なアザラシたちがいて、寝落ちにぴったり、音がないのでなんか画面こう暗くして見たらね結構癒されて入眠できると思います。なんかおすすめのライブカメラあったら教えてください。よろしくお願いします。それでは参りましょう。シュシュポップのシュシュポップラジオ、カッコカリ。はい、ということで改めまして、おはポップシュシュポップでございます。前にね、いや私は知っている方は知ってると思うんですけど、このラジオがね4本をまとめて一気に撮ってるんですよ。1回で4本撮ってるんですけど、前回撮った時のやつでなんかネットフリックスの話毎回しちゃってごめんねみたいな言ってたら、なんかもっとしてくれていいよみたいなのをコメント欄で見てありがてえなと思ったんで、もうね多分毎回の配信で1本分ネットフリックスの話すると思う。ということでこのコーナー行きましょう。何でもランキング。はい、今日ランキング付けするのは私が見た心温まる系映画でございます。では行きましょう。第3位カラオケ行こです。あ、誘ってるわけじゃないです。そういう映画なんですよ。元がね漫画なんですね。漫画かな、うん、漫画作品でそれが実写映画化されているものです。結構ねアウトロー系の
映画などでご活躍されている俳優さんが出てらっしゃって、まあ裏の世界のねおじさまたちのお話ではあるんですけれども、まあその裏の世界のおじさまたちのねカラオケ大会があると。でまあ下手なったやつがなんかダサいタトゥーというか入れ墨を彫られるみたいで、やべえやべえってなって、そのおじさまたちがね歌の練習とかをするんですよ、そのカラオケ大会に向けて。でその中の一人、まあ主人公というかが目をつけた、その歌の先生として目をつけたのはもうなんか平凡なとある合唱部の中学生男子で、一緒にカラオケ行ったりして歌を教えてもらう。でカラオケ大会に挑むんですけど、まあね裏の世界のおじさんなので、あれ何かに巻き込まれてるんじゃないみたいなこととかもあったりなかったり、あったりなかったりします。はい。でもねこのランキングに入っているということは、ということはなので、ちょっとね見てほしい、面白いです、ぜひ。じゃあ次、第2位、プリティーウーマン。これはね心温まる系プラスなんかちょっとおしゃれな気分になるかなって感じ。まあねこう夜の世界に生きているお姉さんと言いますか、お嬢さんと言いますか、まあ娘さんと言いますかね、あのお姉ちゃんがねこうお金もあんまりなくって、もう明日どうしようみたいな感じの生活をしているんですけれども、ある時ねこうお金持ちなダンディーな紳士に出会うわけですよ。でまあね最初はこう自分を買うんだろうなとか思ってるわけなんですけれども、だんだんそこにねこう本当の気持ちというのが芽生えてきて、幸せとは何か、自分の生きる世界って何なんだろう、幸せになっていいんだろうか、自分にの身の丈に合った幸せがあるんじゃないかみたいなね葛藤とかいろんなものがあったりするんですけれども、まあねちょっと今ねそんなにこう昔の社交界とかの中世とかのね作品ほど結構こう現代なので、舞台がなのであのこう階級とか身分違いとかそういうのはあんまないんだけど、それでもねまあ結構なーっていう、カーストっていうとあれですけど、収入とか生活スタイルがだいぶ違う2人なんですけれども、そこがねこう刺激し合って良い関係性になっていくというね、なんかこうちょっとね主人公が悲しんだりするシーンもあるじゃあるんですけれども、葛藤とかね、でもこう頑張れってすごく応援したくなるし、そんなにくよくよしないでいいんだよっていうなんか思えちゃうし、そう応援してずっと見ていくから、もうなんか最後の終わり方でよかったねってなる、結構心温まるし元気もらえるかなと思います。じゃあ1位、最強の2人。これはねあのとってもとってもお金持ち、大豪邸に住んでるおじいさんが、まあ事故で首から下が麻痺してしまって動けない、自分でこう生活を送るのが難しいおじいさんなんですけれども、ヘルパーさんを募集するんですね。でそこで採用されたのがなんと結構こうストリート系な感じのお兄さんなんですよ。でそうね、おじい様がこうリッチロイヤルな感じなので、周りの人はねもっとちゃんとした人の方がいいんじゃないみたいな、結構あの人はっちゃけてるよみたいな、ファッション感じちゃうけど大丈夫そうみたいな感じになるんですけど、そのねなんかはっちゃけ具合が実はおじい様にとっていい刺激になったりとか、それが楽しいみたいになってったりとかするね、その二人のね何やりとりとかがすごく面白くって、男の友情を感じる系ですね。銃を持って戦う戦場での男の友情とかではなくって、
やってることとしてはお金持ちのおじい様と弾けてる系お兄さんの話で、お兄さんがおじいさんをまあ介護しているっていうお話なんですけれども、なんかねすごい世界って広いなって思うし、この話ね確か実話なんですよ。うん、実話がベースになってるんですよ。だからなんだろう、いろんな可能性が世の中にはあるし、こう生まれとか育ちとか関係なく、やっぱりこう人間同士だったりするから、もうねさっきのプリティウーマンもそうなんですけど、もうなんか身分とか関係ないよねってバイブスじゃねみたいな感じですね。これね最強の2人、すごい元気ない時に見てもなんかこうめちゃくちゃコメディ超笑わせに来てるってわけじゃないから、なんだろう、落ち込んでる時に見ても大丈夫、なんかゆっくりゆっくり温めてくれる内側から、はい、そんな感じです。はい、ということで第3位がカラオケ1個、第2位がプリティウーマン、第1位が最強の2人でした。ぜひ見てみてください。ではお便り読んでいきましょう。シュシュポスト、こちら7月にね今月のテーマとしていただきました、あなたにとっての夏の風物詩はっていうテーマですね。お読みします。匿名ウーパールーパーさん、ありがとうございます。シュシュさん、ホッポップです。週の初めの心の支えにラジオを拝聴させていただいてます。ありがとうございます。さて夏の風物詩ということで初お便りさせていただきました。あら、私の夏の風物詩はズバリローストビーフ丼です。お昼のご飯の選択肢の一つとしてよく利用させてもらっている某チェーン店のお弁当屋さんでローストビーフ丼が始まると、ああ今年も夏が来たんだなと感じます。しかしそのことを職場の同僚に話すと、ローストビーフはクリスマスでしょうと言われてしまい、しょもりしました。あっさりしていて食べやすいし夏にぴったりのメニューだと思うのですが、シュシュさんはどう思われますか？クリスマスはチキンもケーキもあるのだから、ローストビーフまで取るのはずるいと思いませんか？なんだかテーマからずれてきている気がするので、この辺で終わりにしておきます。暑さに負けずラジオや配信頑張ってください。日陰から応援してます。ポップポップおーということでありがとうございます。ローストビーフ丼が夏メニューとして、ローストビーフ丼を夏メニューとして出しているお弁当屋さんがあるんですね。ローストビーフどういう味付けなんだろうね。それ次第じゃない？なんかさ、なんだろうね、ローストビーフってなんでクリスマスのイメージあるんだろうって今ちょっと思いました。確かに。でもなんかローストビーフでもさ、わさび醤油テイストのさ、なんかローストビーフのタレってあの甘じょっぱい感じのやつとかあるじゃんか、まあ、酸っぱいやつかな、なんですけど、なんかわさび醤油ベースのタレとかかかってたらすごい夏感感じるかもね。でもなんか別にローストビーフはね、冬のイメージ強い気もするけど、いつ食べても美味しいと思います。なので夏の風物詩がローストビーフ丼でもいいと思いますね。ちょっと私は今夏のローストビーフ丼が気になっています。それが食べたい。あのどこのやつなのかコメントでも何でもいいので書いといてください。こっそり私も食べる。それぜひ教えてください。よろしくお願いします。はい、今日はねもう一つ読みます。にんじんさん、ありがとうございます。今週シュシュさんのラジオを楽しみに、今週じゃない、毎週シュシュさんのラジオを楽しみにさせていただいてます。ありがとうございます。今月のテーマですが、私は特撮が好きで、を毎年夏に池袋のウルトラマンのイベントに行くのが夏の風物詩です。シュシュさんは毎年夏に行くイベントや場所などはございましょうか？シュシュさんは毎年っていうのは特にないんですけど、行きがちなのは病院ですかね。やっぱりね、夏暑さにねちょっと弱いのよ。あの熱暴走と言いますかね、しちゃいますんで、こうメンテナンスしてくださいって感じで病院かな。
うーん、風物詩って感じする。皆さんも体調にお気をつけてということで、にんじんさんありがとうございます。今年もイベント行くのかな。体調に気をつけて楽しんできてください。はい、ということで本日2通ご紹介したんですけれども、こちらのラジオではお便り募集しています。8月の募集テーマはおすすめの涼み方でございます。ぜひお寄せください。よろしくお願いします。季節のお便りの他にも、お悩み相談とか普通おたとかも募集していますので、ぜひお気軽にバシバシお寄せください。はい、では本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今週もゆるりと参りましょう。ポップポップおーということで、以上シュシュポップでした。ありがとうございました。